皆さん、こんにちは。今回は、アマテラス率いる高間ヶ原の神々と、大国主率いる芦原の中津国の神々との闘争である、国譲りの2回目になります。今回は、高間ヶ原からの最強の使者の登場です。どのようになるのでしょう。楽しみですね。では、早速、お話をスタートしましょう。アマテラスは国を治めるため、アメノオシホミミ、アメノホヒ、アメノワカヒコの三柱を使者として、芦原の中津国に向かわせましたが、大国主の人間性により、うまく国を譲ってもらう交渉が進みませんでした。アマテラスは、再び、どの神を使わしたらよいだろう、と言いました。思いかねと、高間ヶ原の神々は相談して、今度は、竹三日月に雨の鳥船と共に、使わすことにしました。4番目、5番目の使者の登場です。二柱の神は、出雲国の伊佐佐の小浜に、天より降りました。竹三日月は、戸塚の剣を逆さまに差し立てて、その上に、あぐらをかいて座り、大国主に尋ねました。私は、アマテラスと高見結びに、使わされて、命令をお伝えするために来ました。アマテラスは、私にこのようにお話ししています。あなたが支配する、この芦原の中つくには、私のこの支配する国です。あなたは、これについてどう思っているのか、あなたの気持ちを聞かせてください。大国主は答えました。私は申し上げられません。私のこの琴城主が申し上げるでしょう。しかしながら、琴城主は、漁をするため、美穂の岬に行き、まだ、帰ってきていません。琴城主は、ことを知る神とされることから、何かしらの出来事を意味する、卓船の神とされています。釣りの好きな神で、豊漁の神として崇められることの方が多く、七福神の恵比寿様と同一視され、商売繁盛の神様として崇められています。そこで、竹三日月は、雨の鳥船を使わして、琴城主を呼び出しました。やってきた琴城主は、父の大国主に、恐れ多いことです。この国は、天津神のお子様に差し上げましょう。と言って、琴城主は、乗ってきた船を踏みつけて、逆手で手を打って、おまじないをすると隠れてしまいました。逃げてしまったのです。そこで高見和地は、尋ねました。今あなたのこの琴城主は、国を譲ることは、良いと言っています。まだ他に言いたいことがある。あなたの子はいますか？大国主が、私の子に、竹見中田という神がおります。この子を除いて、他には、おりません。と答えました。そこに、竹見中田が、千人で引かないと、動かないほどの、大きな岩を、手の上に転がしながら持ってきて、大声で言いました。誰だ、私の国にやってきて、ひそひそと話をしているのは、まずは私と力比べをしようではないか。まずは、私があなたの手を取ろう。と言い、竹見中田が、高三日月の手を取りました。すると、竹見日月の手は、たちまちにつららに変わり、剣の刃となりました。それを見て、竹見中田は、恐ろしくなって後ずさりしました。すると、今度は竹見日月が、今度は、私があなたの手をつかみましょう。と言って、つかみました。竹見中田の手は、柔らかい足のように感じたので、竹見日月は、掴んだまま、竹見中田を投げ飛ばしてしまいました。これは勝てないと思い、竹見中田は、逃げ出しました。しかし、竹見日月は後を追って、信濃の国の諏訪湖まで追い詰め、殺そうとした時に、竹見中田が、恐れ多いことです。どうぞ私を殺さないでください。私は、この地より他にはどこにも行きません。そして、これからは、父の大国主と兄の琴城主の言うことに逆らいません。この芦原の中つくには、天の神のお子様に差し上げます。と言いました。現在、逃げた竹見中田は、諏訪大社に祀られています。
劣勢の状況でも容易には屈しない強い部位を示す神ともいえ、敗北を喫した神でありながら日本三軍神に入っています。武田信玄をはじめとした戦国武将にも崇敬されています。武見和地は大国主のところに戻り言いました。あなたの子供の琴城主も武見方も天照のご命令に従い背くことはないと言っていますが、あなたの気持ちはどうですか。大国主は答えました。私の子である二柱の神が同意したのなら、私もご命令に従い背きません。この足原の中つくには命令通りに差し上げましょう。ただし私の住む場所を天照のお子様が天の神の後継ぎとなってお住まいになられる御殿のように地面の底深くに石で基礎を作り、その上に太い柱を立て高間ヶ原に届くほどに高く塵を上げて作っていただければ、私はその暗いところに隠れております。また私の子であるももやそ神は琴城主を先頭にお仕えいたしますので、天の神のお子様に逆らう者はいないでしょうと答えました。こうして出雲の滝市の小浜に天の御所として出雲大社が作られました。港の神の孫である串屋玉は料理人となって天つかみのためにご馳走を作ろうと火を起こすため引きリウスと引きリギネを作って火を起こしてこう言いました。私が起こした火を高間ヶ原の神結びが新しく住む住まいにまで長々とすすの跡がつくまで炊き上げ、地面の下の石の台を焼き固めるのです。丈夫に作った縄を打ち投げて釣りをする漁師が釣った大きなスズキを引き寄せて、料理を乗せる台がたわむほど大量の魚料理をお供えしましょう。こうして武見和地は高間ヶ原に帰り登って足原の中津国の平定を天照と高見結び伝えました。これによりやっと足原の中津国を手に入れることができた天照、ほっとしたのではなかったでしょうか。また出雲大社はこのような背景で生まれたのですね。最後に武見和地についてもう少し説明します。武見和地はイザナギがイザナミを殺した火の神様、カグツチの首を切り落とした際、戸塚の剣の飴のおはばりの根元についた血が岩に飛び散って生まれた三柱の一柱です。あれ？と思われた方、そうです、スサノオと天照の受け絵で使われた剣も戸塚の剣でしたね。さらにスサノオがヤマタノオロチを倒す際に使用したのも戸塚の剣でした。戸塚の塚とは握った時の人差し指から小指までの長さのことです。つまり戸塚には十二切りの長さ十図、神の長さという意味があり、戸塚の剣は固有名詞ではなく刀身が戸塚ほどの剣の総称だとされています。一本の剣を指す言葉ではないため多くの神話に登場していたのです。また今回のお話の中にあるように、武見和地が戸塚の剣を逆さまに差し立ててその上にあぐらをかいて座ったシーン、何か感じませんか。一方で武見和地は武見方を投げ飛ばした様から相撲の祖とも言われています。またその名が雷の意味することから、雷が空を裂く一筋の太刀を意味合いに示し、剣の神という性格が加わり、武運長久必勝祈願の神として武道場によく祀られることが多い神様です。さらに武見和地は鹿島神宮の主祭神として祀られています。鹿島神宮は日本全国に約600社ある鹿島神社の総本社です。勝利の武神により邪魔するものを跳ねのけ進む力を授かることができるパワースポットとして知られています。武見和地はなんだかすごい神様ですね。雨の鳥船についても本当に面白いお話がありますが、
しかし、今回はここまでです。また別のビデオで紹介したいと思います。次回は芦原の中津国を制定したアマテラスが地上に孫を下ろす話になります。新しい冒険がまた始まります。どのような冒険になるのか楽しみですね。ご視聴ありがとうございます。もしこのビデオが気に入ったらチャンネルの購読やいいねをお願いします。またコメント欄で感想や質問を共有していただけると幸いです。次回のビデオでお会いしましょう。